本の予告編、1年で送り人になる、戸塚真由子、1700名が実践して、続々と送り人が誕生している投資法がある。それは大富豪や桁違いの投資家の間だけで、伝えられてきたもので、現物投資と呼ばれる破壊力抜群の投資法だ。著者は、資産構築コンサルタントとして、カードローンで借金3000万円を背負った人など、様々なステートを送り人にして、ファイヤーを達成させてきた人物、世界中の大富豪とも交流を持ち、著者自らも、現物投資を始めてから、わずか4ヶ月でファイヤー達成。その極意を日本で初めて公開する。資産構築をするのに、現在の貯金がゼロかどうかは、関係ありません。誰もが送り人になれます。世界でも指折りの投資家である師匠、オリバーから、教わったその全てを明かします。株や FX といったギャンブル性の高い投資ではなく、人生を変えられるたった一つの確実な方法。現物投資とは一体何なのか？そして、送り人になるために、最も大切だと本書で語られる、労働者マインドから大富豪マインドへの脱却とは、一体どういうことか？お小遣い稼ぎではなく、ギャンブルでもない、本物のファイヤーを知りたい全ての人に、必読の書、第1章、常識から逸脱せよ。第2章、人も時間も容赦なく見極めろ。第3章、お金集めを躊躇するな。第4章、現物に投資せよ。第5章、詐欺師を警戒せよ。第6章、日常に付加価値を与えよ。第7章、誰よりお金持ちに憧れて、戸塚真由子、株式会社マユコネッス代表取締役社長、資産構築コンサルタント勤労コンサルタント、超契約家の家庭で育った反動で、お金持ちになるが小さい時からの夢になる、公務員として勤務した後、民間に転職し、月収800万円を稼ぐ凄腕営業となる。しかし、高収入お金持ちではないことに気づき方針転換、婚活も兼ねて世界38カ国を行き来し、アメリカ、ドバイ、スイス、アブダビ、モロッコ、モナコ、フランス、イタリア、台湾、などで活躍する世界中の大富豪や、VIPとの太いパイプを作る、資産家と3回結婚するも、それぞれ離婚を経てバツ3に、ある時、現在の投資の師匠に出会い、資産収入ゼロからたった3ヶ月でファイヤー達成、4ヶ月で資産1億円になる。その教えを広めて、一人でも多くのファイヤーを達成させるべく、資産構築のコンサルティングを行う。指導した生徒の 74% 以上を、資産ゼロや3000万円以上のカードローン地獄といった状況から生還させる。口コミで話題となり、海外からの受講者も多数。現在は、1年以上のキャンセル待ちに、運営しているブログも、ハッシュタグランキング連続1位を獲得し、多くの読者に支持されている。1年で送り人になる。